かつてこの大地に神と人、そして異界からやってきた悪しき神、魔人が入り乱れていた時代があった。人々は聖を止め、ヴィトーリアの旗のもと、魔人の手先となり働く精霊、魔物との戦いを長きにわたり繰り広げてきた。始祖なる錬金術師ジーグドラドが魔物を封印書のうちに封じる封印術を編み出し、それを操るライブラと呼ばれる者の活躍によって世界は人の手に取り戻された。それから500年の時が過ぎ、長きにわたり封じられていた魔人は復活を遂げ、王立図書館館長の体を乗っ取り、再びこの大地を混沌へ陥れようと動き出す。異界のゲートが開き、大規模な魔物の侵攻が始まったのだ。ライブラであるフリード・アインハルトを中心とした王立図書館討伐隊が結成され、魔物の封印活動の末、ついに図書館最深部に魔人を追い詰めることに成功した。いよいよ乾坤一擲、決戦の日。みんな聞いてくれ。フリード、どうしたの？真面目な顔して。ロムレア王立図書館討伐隊、総勢16名、全員がそれぞれそこで明日地下に開いた異界のゲートの。じゃあ魔人に挑むの？ああ、魔人を封印。とうとうか、敵の親玉との果たし合い。戦支度は万全。フリードは大船に乗ったつもり。お前たち分かっているのか、波の敵ではないのだぞ。心配することはありません、きっと神様も。だけど本当に大丈夫なのかな。何よリズ、こっちだけど私もなんだか。もうすぐ暗くなるのはメフメラの悪い癖だよ。そうよね。フリードさんの指揮でここまで来たんです。はーい。第一、王とアクティムの真ん中に異界のゲートを開けたままにしておけないじゃない。魔人の死、姫様なんてご立派なお言葉。んじゃ、そういうわけで。お前さっき晩飯山ほど食ったばっかだろ。本腹は満腹でも別腹。おやつ賛成、いっぱい食べて筋肉つけるぞ。今日のおやつは図書館のミルクプリン、しかもメフメラにお願いしてプリンパフェにしてもらったんだよ。おお、すげえ。食事の後大事な話があるって言っていた。プリンパフェ、アイス溶けちゃうよ。よし、それじゃあいただきます。舌の上で福井。私は飲むぞ。決戦前だぞ。さ、良いではないか。おま、だけどねえフリード、明日魔人を倒せば。そうすれば。ああ、そうだ、私たち。当たり前だろ、最強のメンバーが揃ってるんだ。あとは俺が封印を成功させるだけだ。やってみせるさ、必ず。館長、もう喋んな。黙って、魔人はまだ生きてるって。その女の精神力がクズのくせに。いちいち不幸にさせてくれるじゃない。ここは狭間の世界、この場所なら器となる本来の力には遠く及ばないけど、私に歯向かったことを後悔させてあげる。まさか人間ごときが。でもさあ、愚かなる人間ども、神である私に逆らった罪。終末の鐘が聞こえ。やだこの。まずい、みんな。なんだ、体が
みんなしっかりして。なんて邪悪な力。お姉ちゃん、このままじゃダメだ。そうだ、皆さん、みんなどうしたんだよ。それも悪くない。正気じゃない。私はなんとか、これでお前たちもおしまい。フリード逃げて。私が止める。ダメだ、メルビアリシア、消え失せろ、逃げ。フリード、ダメだ、俺は封印。魔人は弱っているやつを、人には鍵を。ねえ、こいつまだこん本が熱いなら荒ぶるものよ、我が心に。みんなさせるか。帰れフリード。俺は目覚めろ。俺は何を。解き放て。解き放つ。そうだ、己の欲するまま求め。そうか、目覚めよ、世にも無邪。ここはどこだ。俺は俺のやりたいようにやる。ん？匂うな、間違いない、俺の獲物だ。ミツヘブ、やった、やりました。な、捕まえたって。この姿、記録と。なんだ、うわあ、すっごくミツ。何時に問う、振り。いつまで人は言葉にしていいの。もう一度問う。そう、なあ、そう。そうだね。ならば次よ。所属だよ。記録にあった姿からの変容、それに記憶に込んだ典型的な闇落ちの症状、それも尋常ならざる禍々しい気配。何ブツブツ言って。ああ、動いちゃダメですよ。ルカ、動くもの見るとムズム。うわあ、なるほど。はい、ごっ、くそ。引け、フリード、そして選択しなさい。だから、把握した。ルコ、お前、え、で、で、お前はもう大丈夫でしょ。確かに、わかりました。大事なだ、え、ご主人様、お願いします。時は来た、何時の回復。うわ、次はお前の番。やめろ。大丈夫ですよ。うわ、ダサくなんてありません。ご主人様がルコのために作ってくださった、ずっと肌身離さずつけてたルコの宝物。知るか、こんなボロい首は。どうなってやがんだ。フリード、お前はすでに私の下僕。はあ？人には力を、魔にも加勢、荒ぶる者よ、我に従う。わかったわかった、お嬢ちゃん。本当に生意気な子供ね。年長者？そうは見えねえけどな。ん？何言ってるんですか！直線的で無駄のないボディライン、狭い道でも通り抜け可能。何より、薄くて軽くて、抱っこもおんぶもかっ、うん、おはっ、ルコ、お前はちょっと黙ってて。ヒャン、栄翔中断とはなかなか。一つ目の戒め、フリードアインハルト、
願果たすその時も我に服従せよ。なんだフリード、ついだから、なんで俺がお前に、いやー、これがお前に課された銃、死にたくなければ。フリードさん、うん、行くわよ。仕方ないな。案外素直ね。今はひとまず従ってやる。この首輪を外した暁にはできると思うならやってみれば。ご主人様のお仕置き、すっごく安心なさい。目的を果たせば。ではルコが先導させていただきます。さっき逃が、俺の獲物だ。どうぞ。え、俺、身をもって知れば。さあ、とっ捕まった。このぬるぬるめ。じゃあ、今度は俺の番だ。なんで？当然ね。忘れているようだけど、お前はライブラ。戦闘職じゃないんだもん。ライブラ？ライブラはこの世で一番偉くて尊いお仕事ですよ。お前は黙ってて。フリード、今から私とルクがこのまま。なんだよ、俺の獲物横取りするつもりか。最後まで聞きなさい。倒した魔物はお封印。これだから女は甘いってんだ。ほんお前にはできるって言われてもね。あ、ご主人様、魔物が逃げちゃいます。ほら行くわよ。もうそろそろおやつの時間で。やりましたね。フリード、だから栄翔よ。へいへい。その中に魔物を封印するの、何万回もって言われて。ああもう、人には鍵を。人には鍵を、魔には檻を。輝ける知恵の証、ジーグドラドの名のもとに荒ぶる者よ、我が所に帰れ。もう目を閉じないで。これがお前の力、封印魔法よ。魔物が本に吸い込まれた。そうだ、はあ、ようやく思い出した。この本さえあれば世界中の魔物が捕まっ、面白いじゃねえか。ほら、
お前は記憶をなくしているみたいだから、まずは隊列について。隊列は前列の方が比較的魔物から狙われやすくなる。次はスキルについて。通常攻撃以外にスキルってのがあります。じゃあどうレベルが上がった時にもらえる技系のスキルは選択するとすぐ、魔法系のスキルは選択するとまず詠唱が始まって。大事なことを言い忘れてました。スキルを使用するには TP が必要になりますよ。 TP の残量はいつ。はいはい。こっちは外に通じてるのか。目的のものも確保できたし。了解しました。おい、そのものって。チビのくせに俺、ちょっと待てよ。あ、ご主人様。まったく、なんなんだよ。真ん中に突っ立ってるのは時計台。水の下をよく見なさい。違う、水と、と、ここはかつてグリューネワースと言われていた町ですよ。いや、俺が知りたいのは名前。そのうちわかるわ。行くってどこに。あの時計台がご主人様の工房。あの時計台が我の館よ。主の機関だ。扉を開けよ。あっ、橋が現れやが。さあ、お家に帰りましょう。雷の首輪に。フリード、グズグズしない。さあ、わかったよ。あっちもこっちもボロボロだな。問題ないわ。ん？あの時計、時計台なのに時計が動いてないんじゃない？それはですね、でか。あれは、あの、はあ？さあ、おい！これでもお掃除したんですけど。雨露がしのげれば十分。これでも久しぶりの訪問者だし。はい。おい待て。はい。やっぱりな。あ、本当だ。ちょっと待って、今まで私が緑茶と思って飲んでたお茶もまさか。ダメでした。じゃあ3日前の雨水を。ルコ、今後飲み水は。クンクンクン。でもこのルカ、キャン、絶壁のチビにガサツな大女、一体ここは何なんだ。はあ、それじゃあ説明した。俺の故郷。そう、大陸の3分の1を。その王とアクティムが魔物の手に落ちた。上空には巨大な異界のゲートが開き、そこから再現もなく魔物たちが溢れ出し、現在国土の9割は守った。じゃあ、はい、ご主人様のお力のおかげな。この私たちは仲間を集めてロムレアを守る。そして魔物との戦い。って俺のことか。他にいるなら教えて。ライブラはとっても希少な特徴。魔物総統とロムレア奪還には俺の望みは世界中の魔物。その望みを叶えられるなら。だが命令を聞こねえぞ。うん、魔物を残らず封印するという一点で把握した。作戦に支障。いいんですか。尊重はする。いや、しょうがねえか。それによく考えたらそれまではこの世界にいる全ての魔物。お前は生来のライブ。それじゃあ、おいよ、ほら行くぞ。待ちなさい。なんだよ。フィールド探索にはいろいろと準備が必要よ。ついてきなさい。
なんだここ。これらは遥か昔のライブラたちが。この本。ただ管理もされず長い年月放置されていたため、今はもう普通。なんだ、うん、ライブラがいれば倒した。ああもちろんだ。正しくはライブラなら可能。同じ魔物を9体集めれば魔物封印。ええ、封じた魔物から。その封印書にはそれを装備すると、ま、なんだそれ。じゃあ早速魔物をバンバン買っ。残念ながら。なんでだよ。 お前一人では魔物は倒せない。代わりに戦ってくれる者がいて、そしてより多くの魔物を集め。これ以上の説明は。ふん。今後この部屋を使うことを許可する。じゃあ次に行くわ。え、おい待て、うん、って言っちまった。ま、後でいろいろと試してみっか。らっしゃいませ。お困りの際のご用命は。時の館。店番ご苦労様。ようこそご主人。うん、良いですね。おいジーナ。オートマタのリンリン。簡単な回復液。オートマタ。はい、私は人形であり。おお、よく見りゃ当然の心理的反応です。蛍光色や医薬品が必要なら。ああ、私はただでは動か。把握した。このケチンボ。無駄口はいらない。へえへえ。おい人形、名前で呼び上がれください。まったく、リンリン。かしこまり。商品そろった。商品を見上がれください。まち、毎度あり。凄まじくポンコツ臭するけど大丈夫なのかよ。さてこれで出撃。はい、では、まず私たちが出会った朽ちた面白い魔物がいると。よし、いざ。今日は何を捕まえたっけ。
さん、やらせます。よくはジーナ、ちょっとそれは無理ね。はあ、なんでだ。確かにそうかもしれないけど、ミカ、よく見なさい。ハテナマークがついている装備品は鑑定し終わって初めて正式な名称が分かり、装備もできるようになるのよ。うん、今の私では無理ね。アイデってアイデンティファイ。それじゃあこの装備はどうするんだよ。リンリン堂へ持っていけばか。が、まあこの装備品は何なのか気になるし、一回戻ってリンリンに鑑定を頼んでみるかな。カバンの中身はっと。
ました。許さない。埃っぽいわね。お前は戦闘の記録を。戦闘の記録？セーブのことよ。セーブは一箇所にまとめるのは危険ね。必ずいくつかに分散してセーブすること。そうしないと、例えば フィールドの奥地でパーティー全員が疲弊しきった状態。これ以上ないっていう。この状態で一つしかないセーブデータに上書きしてしまった。もう立て直しが効かない。セーブは必ず10個は作り、うん、おお。
いや、ほんと、あっち、毎度あり、またの。この日結構他へ行くか。ロムレアの町とか。ああ、はいはい。なんだかえらいことに。本当にね。なんでよ。って言ったらいいじゃない。ああ。ダメだってこんなところで。誰が聞いてるかわからないでしょ。君が降ってきたんじゃん。まあ、とにかく世界がカオスに包まれたってわけ。お、そういう感じで行くの？随分軽い感じだけど。もちろんもちろん。ちょっと俺のクラスがなんだか言ってみ。ライブラ。スー。世界を救うヒーローにふさわしい激レア。今噛んだよね。 SSR のライブラである僕ならね。そう、僕ぐらいになればスキルポイント振らない島で余裕。ステータスミネイ。あ、で、このお自殺志願者。ちょっとさ、ていうか全滅するとどうなるの。いやいや、君はダンジョンで全現実は甘くないよ。さっきまでの自分の。全滅したらどうなるか。死ぬ。死んだら終わりなんですよ。何か救済があるとか思わない。うん、そっ。ま、でも僕らは。なんでよ。死んだら終わりだから気をつけよ。普通はね。でも僕なんか大変。この溢れ出るオーラ、ベテランの空気。知らんけど。歴戦のライブロ。だから全滅とかはしないって。さ、ガンガン行きましょう。戦うのは、はあ、なんだろうこの振り。られない。フリードさんの頭触っていいですか。あ、おい、ちょっ、ん、どうしました。何か怪しいものでも。いや、休憩とか。フリードさん、お疲れ。いや、俺は大丈夫だけど。心配ご無。そうか。フリード、疲れたの。いや、俺はピンピンしてるけど。ルコですか。だろうな。仕方が、序盤から飛ばしすぎるのもなんだし。よ、なんだ。や、出口はどっちだ。あ、フリードさん。まったく、
世話のかかる、はあ、それじゃ今日はここまで。はい、ご主人様。明日の朝8時に集合。よろしい。では解散。ライブラって楽できるもんかと思ってたら、ジーナは首輪を出しにしてさっさとロムレアをなんとかして自由の身になってやる。だけどこれでふかふかの、ん？おいジーナ、ガサツ女、戻ってこい。なんだよあいつ。まあいいや、だったら好きにさせてもらうか。なんじゃこっちはどうだ。うわーって落とし穴か。ああ、いや床が なんだよこ、くそーやばいぞ。どこでもいいから安全な寝床を探さなきゃ。ああ、まともな部屋はないのかよ。この際どこでもいい、横になれる場所は見つけた。俺の硬いし、うん、うん、あくし、やっぱここ寒い。もう、ああ、やばいぞ。こりゃ、なんだ。それにこの匂い、なんだかす、うわ、うわ、くしゃみの音が聞こえたんです。風邪をひいちゃいけませんから、ルコでダウン。いいのかよ。大丈夫、朝になったら。なんだ、屋根裏に、そこならベッドもあるし。まあ、寝床がありゃいい。じゃあそれまで。そりゃありがてえけど。うん、すみ、だけど本当にあったけえな、ガサ。うん、ありがとな。おやすみなさい、フリードさん。これに見てろよ。さすが俺。広間に戻るか。
事はルコに任せてくださいね。開けて中身、何度でも中身が復活すりゃいいのに。何を言ってるの？宝箱の中身。え？それに復活するだけじゃなく、だからいつも開けるときに。そんな常識すら忘れてるの？その常識はどう考えてもおかしいだろう。誰か科学的に調査しようとか思わないのか。届け。踏み込みます。あらら、あたれ。フリーダ、こいつが特殊なの。闇変異？そういうこと。いやーってだってと、今近づくんじゃねえ。ちん、あー、悪い悪い露出狂の。口の聞き方を知らない坊やね。従順な男には飽き飽きしてたの。嫌なこった。かわいい坊や。スイッチしてあげるくらいの。とろけるの。封印書に入ってるのは、しかしこの魔物の、これどういうし、お、見た目より、この魔物常時、これは上手。お、早く。まあちょっと待て。あなた、おお、へい、そうだ、俺が何言ってるの。なんだよ、文句っていうかで
くっそー、ぜっ腹ぶるものよ。わ、何言ってるのよ。そ、おいジーナ、当たり前でしょ、忘れたの、フリード。は、とにかく早く私、ルカ。はい、ご主人様。バブルスラピョンの体液の匂いだ。洗ってもしばらく落ちねえぞ。バブルスラ、お前の中に入っていっ、っていうこと、前にも同じことが、う、記憶が、お願い、大丈夫です、ま、イリーナさん、そうよ、私、フリード、討伐隊の仲間は、異界のゲート、仲間、何ぬるいこと言ってやがる。俺は誰ともつるまねえぞ。あなた何言ってるの。話は後よ。行くってどこに。グリューネワースだけど。グリューネワース、いいから来なさい。さあさあ、ルコがご案内させていただきます。あの巨大な時計台、さすが、よく。今は私たちの拠点。待ちなさい。グリューネワースは西方の辺境主義けれど、遠い昔にその任を終え、今はそんな場所を勝手に占拠するな。ちょっと待てよ、封印とか誇りだらけの物置で、とてもじゃねえけど。あなた、遠い昔ロムレア王国初代女王と共に魔人との戦いに挑んだ、その名はジーグドラ。彼が生前暮らしていた錬金工房が。錬金工房、グリューネワースの固定には、そこに勝手に入り込んで拠点にする。国政がまともに機能して、今はロムレアの危機、聖地でも何だろう。ロムレアの百聞は一見にしかず。ついてきなさい、こっちよ。おい、どこ行くんだよ。展望台、ロムレアの今を。ここは東に見えるのが、ほんの少し前までこの大陸を治めていた大国の。ああ、なんてこと。あの正気の内側は、王都アクティムをはじめほとんどの主要都市が。正気の外側には強力な結界が。そして上空に見える巨大な穴、私たちが塞げなかったあの穴が、あんなに巨大に。これで分かった。確かに聖地でも何でも魔物に置く。理解が早くて助かる。それよりあのゲートよ。フリードあなた、はあ、なん、あの穴が開いてる限り強い魔物がわんさか湧いて出てくるんだ。俺にとっちゃ確かに魔物研究は、あの正義感で強かったあなたが。はあ、無駄よイリーナ。まさか王立図書館所属の討伐隊は、異界のゲートは王都の上空を覆い、そして諸悪の根源、魔人を取り。それでならすぐにでも振り。それは無。どうして。ここにはライブラがフリードしかいない。自分自身の中にいる魔物を封印すること、仮にできても魔物を滑る魔人に普通。そんな、なんだよ。だけどあなたは魔人の攻撃から仲間。私の責任だわ。あ、元のフリードがどうだったかなんて俺には関係ないね。どうせクソ魔人でつまんねえやつだ。そんなことないわよ、ちょっと口は悪いと。とにかく余計なお世話だ、デカ父。はい、あ、平和が一番ですよ。はあ、ほら今って。だからここでは。放っておきなさい、ルコ、これ以上つまらない。イリーナ艦長、フリードのことは、姿形や性格が変わっていても能力は元のままよ。そんな、いえ、たとえ闇落ちしていたとしても、そして何より私たちは王立図書館討伐隊。理解が早くて、さすがは巷で評判の最初よーし、国を奪還すりゃ俺は。そうね、すぐにロブリ。ああ、
逃げ、なぜ止めるの？今のお前はあの程度の魔物に魔力が完全に枯渇。そんなはず。いいえ、お前は今。嘘や。癒しの光を。魔人に痛めつけられたダメージ無理にしても日が遅れるだけ。そうそう、年取る。分かったわ。しかし口だけのチビ、見事にポンコツばっかだな。そんなんで。そこをどうにかするのがライブラの役って言われてもね。戦力が足りないなら集める。そうよ、私をフリードが無事だったんだもの。そうね、チリチリになった。王立図書館討伐、これが私たちの当面の。北の山の砦に山賊が出るという噂が流れ、その特徴からどうやら闇変異種ではないかと。それ以外にもなかなか手ご、では次の目的地は早めに寝て。待ってろよ魔物たち。フリードさん、戦闘には慣れてきました。楽勝だ。技や魔法の効果とか魔物個別に対する有効な攻撃手段。それでしたら、あのミスグリューネワースの敷地の隅に、どうもそのお店で。へえ、そりゃいいな。聞いた話だ。ただより高いものはないとも言うが、ウコ特製の元気が出る水も。散歩がてらに寄ってみるのもいいかな。起きなさいフリード。うわあ、なんだよ。それにここは俺の部屋だ。お前の部屋である。どこがお前のだ。勝手にせで、私の命令はさっぐわかったよ。広間で今日の打ち合わせをするわ。ついてきなさい。それじゃみんな。そっちこそ遅くまでなんかやってた。せいぜい回復に努めろよ。え、クマさんが出たんですか。どこだ。あなたたちね。よし、そんじゃあ行くぜ。何そ、え、かっこよくね。私はお前の機関に入った覚え。ご主人様の名前を冠して却下。ここはやっぱりロムレア奪還と。はしょぼいよな。それでいいわ。目的は王国の国土奪還。まあいいや、コンゴール山の砦へ向け出発。だいぶうっとりするな。俺のコレクションだ。リンリンドーハント。おーも最終かしこーまおもおもけ。偽物は魔物を売るのか。まっ、
ここが戦闘指南をしてくれるっていう店か。とりあえずベルを鳴らしてみるか。誰もいねえのか。なんだ。あいたた。せっかく積み上げたに。どちら様じゃねえよ。何勝手に人の敷地。それならちょうどよかったです。こちら。つまらない。これところで、僕ライブラ、僕ちゃんは。俺がライブラのフリード・アインハルトだ。あなたがフリード。なるほど。あの、何ジロジロと似てるん。でも能力があれば姿なんて関係ありません。申し遅れました。私の名はウーティス。とある事情であなたに戦術を教えに参りました。お前は一体何者だ。今は私の素性を詮索するより。それは。それに今なら受講料は無料です。どうです。私。まあうさんくさいけど。契約。今からするのかよ。時間は貴重なんですよ。まずはその重要性を感じて。それでは講義1限目。この世界では戦闘中に行動順番が表示されます。一番、もしこの図のような行動順番で2匹の魔物が共にあと一撃で倒せるなら、あなたはどちらの魔物を先に攻撃しますか。両方ヘロヘロの状態なんだろ。それならどっちが先でもいいじゃ。ダメダメな答えですね。そんな考えではスラピョン。仮にこっちを A、 こっちを B としましょう。 B を先に倒した場合、次の行動は A なわけです。つまり A が行動するため味方はダメ。この場合先に A を倒しておけば、このように A を倒して次の味方が B を倒せます。このように戦闘において、攻撃をするとき、アイテムを使うとき。続けて講義2限目。スキルとは技や魔法のことですが、スキルを覚えるにはレベルが上がったときに。新しいスキルを覚えたい場合、こちらの画面にあるこの部分を選択。スキルを覚えたい人を選択した後、方向キーのこの通り。新しいスキルは下記に説明が出ていますので、何か質問はありますか。さっきみたいにスキルポイントがたくさんあるなら、なかなか良いところに目を。では試しにスキルポイントを使用してレイジングスマッシュのレベルを上げてみます。一気にレベルが上がったから、こっちの方が。レベルを上げれば威力は上がりますが、ですので現在の最大 TP、 ものすごく強烈なダメージを与えられてもたった一撃しか放てないのであれば、次に魔法の。魔法は技と違い、決定してから発動。つまり選んでもすぐ。そうです。魔法は行動順番を。例えばこのような状態でヒールを唱え、こんな感じで意味がなくなってしまう場合もあります。必ず詠唱にかかる時間を計算してから。魔法も技と同様でレベルを上げすぎると、また大半の魔法はスキルレベルが上がると詠唱。最後にパス。まだある。あと少し、あと少しですよ。パッシブスキルとは、これらのスキルはまた技や魔法なので、スキルポイントが余っている場合は積極的にレベル。さて、余裕だぜ。だいたい。そんな心配そうな顔しなくても。その自信は一体どこから来るの。本日の講義内容を。はいはい。今後も拠点に帰ってき。それでは次回もお待ちしており。実践で生かしてください。魔物研究の。どれにするかな、どれにするかな。あら。
我は人にて人にあらず、鳥にて鳥。手足は人、頭は猫、左右に人の手足に猫の頭、これって噂の闇変異種じゃないですか。元討伐隊の隊員の可能性があるわね。そんなやつ知るかよ。きっとお顔を見たら思い出しますよ。この活躍を見てくれましたか。いい感じで暴れ回ってた。はい、やっぱりレイ、今度はお料理やお洗濯。フリード、それはやめろ。フリードさんは技を使用した後の行動時間について知っていますか。技を使用した後の…ですね、技を使用…そうなのか。はい、だから技スキルで魔物を倒せなかった場合は隙が生まれちゃうので気をつけてくださいね。991本。この声、さっきの魔物か。992ニャニャ本。998本。1本。出たな、こいつが。主は持っているな。は？我は求める、主の刀。刀？いいや、主は持っている。無双の太刀。意味わかんねえことを。ミシの力。やなこった。俺のものは俺のもん。口ほどにもねえな。さあ、にゃー。なんだよ、消えちまったぞ。これは分身、東方の忍術ね。やっぱりただの…とすれば、闇落ちした元討伐隊のメンバーか。ともかく、先へ進むわ。
ずん。そこで、この程度。はい、せやいく。はじめての敵も多いわね。お前、何や。なんだ、いきなり。さっきの戦闘よ、あの不甲斐ない戦い方はどういうつもり。そういう問題じゃないわ。私の栄翔が魔物の攻撃で止められたじゃない。攻撃で止められた。俺ってお前、あのね、いいこと。栄翔中にダメージを受けると栄翔食らうダメージが大きい方。はーい。敵の攻撃がクリティカルだった場合は今後は栄翔中の私をちゃんとへーい。ということは敵の栄翔も止められるんだな。これは結構いい情報を聞いたな。初めて見る魔物がたくさんいるわね。見つけたら倒す。ただそれだけよ。そうですか？クンクンクン。ん？どうした？デカ女。甘い香りがしませんか？甘い香り？しますよ、絶対します。ほら、あっちの方から近づいて。いらっしゃいませ。さすらいのアイス屋、コールドペギークリーマリーです。なんだ？コールドペギーですよ。名前じゃねえよ。なんで獣人がフィールドでアイス屋なんかやってんだ？当店は人間、獣人、魔物など様々な種族のお客さんがいますので。魔物の客もいんのかよ。はい、ロムレアがああなってからは魔物も人間も女性はやっぱり。あ、それに当店のアイスを一口食べればどんなに。食べたい、ルコ食べたいです。ほら、お連れさんもああ言っておられますし、お一つどうです。コールドペギークリーマリーです。どれも美味しいですよ。在庫は疲れを癒してくださいね。おかわり、おかわりは？またどうぞ。ではまたのご来店をお待ち。また分身で逃げるかもしれない。おかしいって、何が？確かに。そりゃ気づかれてないし。突撃だ。わかりました。ちょっと二人とも待ちなさい。うわあ、あれれ、ぐえ、これは何ですか？落とし穴ね。こんな単純なトラップに引っかかると。あの猫娘、絶対に
立ち止まってられないわ。この部屋一日中見てられるぜ。広間に戻る。以前に隊列の話をしたのは覚え。ああ、全力。それ以外にも隊列の意味がある。まず武器には有効な射程距離。別にどの位置に有効なって言ったでしょ。例えばですね、ルコが前列にいて、ルコが魔物を攻撃して、もし後列にいる魔物に攻撃した場合は、ルコが後列にいて魔物も後列だった場合は遠距離に。私のようなマジックユーザー系なら魔法があるわ。ということで、はいはい、来ました。それ、あっ、そこです。ルコの足
ちょっぴりやんちゃでしたね。あんな奴らに負けるかってな。気合い十分。いける。いけません。遅いですね。はい。ドン。満足疲れを癒してくださいね。いい息抜きになったわ。またのご来店を。ここには猫娘以外にも闇変異種がいたのか。いいえ、これは変異種。闇変異種は人間の変異種は魔物の中でも。ということはレアな魔物か。通常魔物の封印書を作る手も変異種の。それもライブラにしか。なに、レアどころか絶対に。お前ら了解しました。フリッチェア行くぞ。発令にするな。ドンナはバカにするな。Thank you.
大進化エモーション。お前の武器はこのでっかい足。話せよ。うわ、危ねえ。悪いが、抵抗するなら。な。てめえの立場を分からせる。僕は何をされても。うぎゃ。へへへへ。この姿勢。あ、いや。おい、さっき。うわ。いや。やめろ。この感触。わかった。僕の負けだから、降参するから、もうやめてよ。おい、絶壁とデカ女、今その絶壁という呼び方をやめなさい。早く大封印書ってのを作りたいんだよ。本当に魔物バカのようね。ってのはどうやって作り方は普通の封印書、変異種を封印したページを早速試してやるぜ。頑張ってください。ああ、まあ、フリードならそんなに気合を入れなくても大丈夫よ。これが大封印書か。ええ、見た目は外見は変わらなくても大封印書には。そうよ、効果は変異種によって違うけど。へえ、すげえな。時の館に戻ってから装備すればいいのに。やっぱり見て。お前も子供だろ。どうだお前たち、なんか変化あったか。うん、どうしたちびっこ、
おかしな顔して。それにイリーナ、お前は顔が怖いぞ。怖くないわよ。はあ、フリードさん後ろ。うわ、こいつはさっき倒した変異種。長い間魔物を研究してきた。私もよ。フリードさんが闇落ちしていることに。なんだか知らねえけど、俺ってすげえな。どうやらこの変異種はお前ち、これからはお前が自由になれる。フリードさん、ファイトですよ。んじゃ、魔物研究でもすっか。お散歩だね。どれにするっちゃ。気合い入れるぜ。ま、楽勝だな。ここに。はい、こんにちは。それでは講義3限目。フリードさんはライブラについて。お前ふざけてんのか。2つ言うことがあり、1つ目ですが、これは2つ目ですが、私の名前はお前ではありません。今後は教官、またはでは答えて。ライブラってのは魔物の知識に。これでいいか。もっと詳しく説明してほしかったの。3をつけろよ、ちびしき野郎。今度言ったら一生背が伸びなくなるツボをしますよ。やめろ。まったく。フリードさんのせ。ライブラのいるパーティーが魔物を倒すと、封印された魔物は同じ種類を9体集めると。ここで問題です。封印魔物の力が宿ってるゴフみたいなもんだよ。今度の回答はパーフェクト。魔物の種類によっていろんな効果が発揮されます。新種の魔物にはたくさん封印書を作ってどんどん発見。次にフリードさん、大封印書に。めんどくせえな。甘いですね。そんなことだから魔人に世界の半分をやろうって言われて。いや、そんなの言われ。あ、本当は大封印書って知ってるっつってんだろ。
大封印書は魔物の変異種から作られるライブラだけが装備できる特別なもんで、その効果はこれでいいんだろ。普通のライブラならそれで満点ですが、な、お前、なぜか俺が大封印書を害はない。その現象に呼び名がないと分かりにくいので、それを召喚魔物と呼ぶことにします。召喚魔物は特殊なライブラが大封印書を装備することによって出、そして戦闘になると、ただしパーティーメンバーとは違い魔物ですので、こちら召喚魔物は分かりやすく言えば、パ能力の高いパーティーが呼び出せばより、ただ能力の低いパーティーが呼び出しても、また魔物によって影響を、力自慢の魔物ならアタックの影響を受けやすく、どうです。なんでそんなこと。お前、ま、いや教官は、あら、おい。